の友情です。はい、先生の皆さん、ようこそ沖縄県においでありがとうございます。皆さんは今シーズンのスタート、この地で沖縄県でスタートありがとうございます。そして各チームに今シーズンの本業が現れたと思います。しっかりこれから達成できるように今シーズンも頑張っていただけたらと思います。それと今シーズンもフィザーのワールドカップ女子の大会が3大会開催されました。そして2年の東京オリンピックが待っております。先生に深く一人一人がそれに参加できるようにそれを積んで、目標をしっかり達成していただきたいと思います。そして、このパビリマーとドリームマッチも協力いただきました。協賛、公演をいただきました。各国企業、団体、感謝状を表彰しまして、私も開催させていただきます。選手の皆さん、頑張ってください。ありがとうございました。続きまして、今大会の特別協賛、株式会社沖縄ファミリーマート総合企画室室長、年広報マーケティング室長、岸本健太様にご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。沖縄ファミリーマートの岸本と申します。ラインナップのお客様、そしてきょんじの皆様、わざわざ沖縄にお越しいただきありがとうございます。あとミクサーレットのこのような試合をやっていただくということで、我々いろいろと協賛をさせていただいておりますが、本当に胸を借りる気持ちで、頑張っていただきたいと思っております。そしてミクサーレットの皆様、このような機会、貴重な機会だと思うので、ぜひ全力でプレーをして、我々に感動を与えていただければと思います。で最後に、優勝、今回1位のチームに、沖縄のファミリーマートでしかないプライドチームチケット100枚を皆様にお渡ししますので、ぜひ合宿中ファミリーマートに寄っていただいて、プライドチームたくさん食べていただければと思います。はい、では今日ソフトを祈っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。2019年、王座奪還を目指しますアイナク神戸レオネッサ、その最初の戦いが沖縄でスタートします。この時間は2月17日に行われましたアイナックのプレシーズンマッチ、沖縄ファミリーマートドリームマッチ2019の模様を、沖縄県糸満市にあります西崎陸上競技場から実況江橋義則でお届けします。現在フィールド上では参加チーム3チーム合同でのフォトセッションが行われています。今日行われますこの大会は3チームによる巴戦で争われます。参加チームはアイナック神戸、地元沖縄のビクサーレ沖縄 FC ナビータ、そして韓国 WK リーグ所属のキョンジュ韓国水力原子力蹴球団、以上の3チームです。試合時間は45分1本勝負、前後半ではなく各試合45分で決着をつけます。第1試合はアイナック対ビクサーレ沖縄が午後1時キックオフです。それから15分の休憩を挟みまして第2試合アイナック対韓国キョンジュ、さらに15分挟んで第3試合キョンジュ対ビクサーレという順番で行われます。なおこの中継はですね、アイナックのゲームのみの配信となります。この中継はアイナック神戸のプロデュース FM 読谷 78.6MHz の協力によりまして、現地からの映像と音声を配信しております。さてここ沖縄でですね、アイナックは千葉ユーカメラ一旦 A 週間広飛び確認します。キャンプを約2週間に及ぶキャンプを行っている真っ最中です。鈴木監督はですね、フィジカル的に体力的に非常に追い込んだメニューを、この合宿のテーマに掲げているということで、選手たちはね、連日非常にハードなトレーニングをこなしているようで、選手たちの中からは、毎日時間が過ぎるのが本当に早い、一日が本当に早く感じると、そういった声も聞かれています。さあ、アイナック2018年シーズンを振り返りますと、リーグ戦、カップ戦、皇后杯、3大タイトル全て2位でのフィニッシュということになりました。いずれもベレーザにあと一歩及ばずという成績でした。今シーズンは剣道将来王座奪還を目指して、優勝に向けて万全の準備を整える決意を込めています。その決意がチームスローガン Are you ready? に定められました。現在フィールド上はこれから行われます第1試合アイナックとビクサーレ、アイナックとナビータ、画面上ナビータというふうに表記されておりますので、音声の方も統一したいと思います。アイナックとナビータの選手それぞれ
スタメンの選手がフィールドに散っております。スターティングメンバー紹介したいと思います。アイナック神戸、ゴールキーパー竹中玲背番号1、ディフェンダー鮫島彩背番号3、三宅しおり背番号5、高瀬恵背番号11、羽座翡翠背番号15、ミッドフィールダー伊藤美希背番号6、中島恵美背番号7、杉田ひな背番号8、井美奈背番号17、水野吹奈背番号24、フォワード川野樹里背番号18と入りました。新人選手水野と川野2人が先発に名を連ねております。監督は鈴木俊監督が率います。対しますビクサーレ沖縄 FC ナビータ、ゴールキーパーギノザレア背番号12、ディフェンダー坪井彩子背番号2、国吉真理子背番号5、津波子レナ背番号10、ミッドフィールダー比嘉千尋背番号3、秋葉ゆめ子背番号4、比嘉恵美背番号8、上原佳穂背番号22、フォワード新庄里乃背番号17、牧師ひな背番号18、長石ジュリア背番号21と入りました。率いますのは与座周平監督です。審判団主審は中地飛鳥さん、副審は血の水木さんと意識さやかさん、第4の審判員意識綾乃さん、以上の4人で今日のゲームが進行してございます。さあもう間もなく試合開始の予定です。さあ準備が整いましたでしょうか。レディーさん、ジェントルマン、皆さんも応援の準備よろしいでしょうか。 Are you ready?今キックオフ、笛が鳴りました。試合がスタートしていきます。右から左に攻める青のユニフォームが地元沖縄のナビータです。アイナック赤いユニフォーム、左から右へ、攻めていきます。45分一本勝負の試合が始まりました。ディフェンダーの三宅から縦にフィード、左にさばきます。フォワードの川野、今日先発出場24番、こちらも新人の選手水野ですね。左からのスーパーの上を越えていきました。沖縄県糸満市、現在の現地の天候なんですけれども曇り、お天気今日持ってくれるといいなという感じですね。先ほどね11時過ぎぐらいにからですね、ちょっとポツポツと降ってはやんで降ってはやんでという感じだったんですけれども、今のところお天気持っている。手元の寒暖計では気温が 21.3 度、湿度 56% となっています。さあアイナック最終ライン、日本代表に選ばれました三宅から中盤は杉田ひな、左へ、こちらは羽座翡翠です。鮫島縦小さく出した、水野1人かわして、いい美奈、川野粘る。いやービクサレもしかしいいディフェンスしますね。中盤での奪い合いからもう一度アイナック組み立てます。もう杉田がなんか縦を通します。対しますビクサレですが、左に展開していきます。左足のフィード裏へというボールですが、ここは高瀬が先に追いつきます。ゴールキーパー竹中、中盤のこぼれ球ですが相手に入れています。左へ流れていった水野からドリブルで攻め上がってきます。いいな、小さく出した、作り直して鮫島、いい切り返し、いい皆が中を見る、クロスと見せかけて近い相手を探したんですけれども、ナビータクリアしていきました。今クリアしたのは背番号10、津波子レナ選手ですね。
から高瀬から裏へ飛び出していった中島、中島中を向けるか、もう一度高瀬というところですが、あ、今のもいいディフェンス入りましたね。杉田から中へ、水野が前を向けるというところ、タッチ終わりました。アイナックは今日ですね、おそらくトップ下の位置に、水野吹きな高校卒の新人選手、それからワントップの川野、こちらは大学卒の新人選手、ルーキーコンビが前線中央に並ぶと、縦に並ぶという布陣で、今シーズン初の対外試合を迎えています。水野は今シーズン新加入選手の中で唯一の高卒ルーキーですね、彼女は一瞬の切れ味は抜群のものを持っているという評判です。そして、ワントップに入りました川野ですけれども、早稲田大学で、1年生の時からずっとレギュラーで活躍してきた選手、彼女は高校時代からね、まあ、割と有名な選手。さあ裏抜け出していったぞ、中へのクロスか、おーゴール、あー直接行きました。島選手ですね、中を向いて、クロスを上げるかと思ったところですけれども、ゴールキーパーの位置をよく見ながら直接ゴールへ、ボールを吸い込まれてきました。前半間もなく5分に差し掛かるというところ、あいなく東部が先制点を挙げました。世界の得点は新人名あいなく東部4人か、背番号3番亀島青春でした。2019年初の対外試合で、そのオープニングゴールは、日本代表の鮫島が決めました。アイナックが先制しています。三宅から杉田、杉田が今日この位置でうまくさばいています。取り返します。高瀬、縦へ出します。相手が先に追いつきます。箱レナがクリアしていきました。アイナックは休む間もなく早いリスタートから、どんどんとボールをつないでゴールへと迫っていきます。水野が行きます。裏を狙えというような今サメ島のジェスチャーがありました。2列目の選手、今のは飛び出していいんだよといったような合図だったと思います。最終ライン見上げたら中島がここにいます。高瀬はそうなると今もっと前線の最前線まで高瀬駆け上がってたんですね。今その高瀬が味方を助けに来ました。伊藤美希、高瀬中を使っていく、いいミナドリブルで今度は中島逆サイドへ展開、中を向いてクロスは合わないか、中島ボール取り返せるか、アイナックボールですね。相手のラインがスッと上がったところを見て裏へ飛び出すような高瀬の動きが今見えました。中盤杉田から左サイド鮫島のクロス、中央は川野、こぼれ球いいミナ拾って左足、シュートのタイミングを図ろうというところです。中島クロスを上げる、ヘディング決まりました。いや今のは右サイド中島と高瀬2人の崩しが非常に良かったですね。高瀬がボールを奪って、高瀬がボールを持って、中島に預けてからそのまま追い越していくような動きでフリーランニングしていったんですね。
高瀬が走り込んだことによってディフェンダーはそちらに意識を引きつけられました。その間中島から中央へのクロス、待っていたのは相手のマークをうまく外していた井伊美奈でした。前半の8分あいなく追加点、井伊美奈が決めました。今前半って言っちゃいましたけど、今日の試合は45分1本勝負ですからね。試合時間キックオフから8分ということになります。8分で2点、アイナクがリードしています。対しますビクサーレなんですけれども、このチームは2006年ビクサーレ沖縄 FC の女子チームとしてナビータという名前で設立されました。沖縄県の那覇市に活動拠点があります。2015年のシーズンを終わった時にですね、なでしこリーグ参入を目指すというふうにクラブの運営側が宣言しました。それ以来選手の獲得育成強化などに力を入れて競技力が今非常に上がっているところです。現在は九州女子リーグ一部に所属していまして、昨年は10勝2分け2敗で2位という成績を挙げました。そして去年の10月にはですね、プレナスチャレンジリーグの参入をかけた予選大会に出場しまして、なんとアイナック神戸レオンチーナと対戦して、ナビータがねアイナックの妹分を破っています。そういったチームです。将来のチャレンジリーグ、それからなでしこリーグ入りを目指して、絶賛強化中のチームであります。地元沖縄出身の選手が数多くいるんですけれども、その中にですね、今日今このピッチに立っている選手ですと、ディフェンダー2番の坪井、それから中盤にいます4番の秋葉、この2人はなでしこリーグ一部ユノゴーベルで活躍していた選手なんですね。2人は一旦、ユノゴーベルで現役を引退したんですけれども、その後もう1年のブランクをものともせずね、この沖縄の方に越してきまして、ビクサーレの一員として、若い選手たちを引っ張る、そんな役割を果たしてくれています。それから今日ベンチに入っています津箱由美子選手もですね、沖縄那覇西高校出身、地元沖縄出身の選手ですが、彼女もね、鈴吉水ですとか大原学園ですとか、それから岡山イノゴーベルなどで、長く活躍した選手です。そういったね、全国リーグ一部リーグの戦いを知るベテランの選手たちが、若いナビータの、沖縄のね、少女たちを引っ張っている、そういうチームです。さあボールはゴールラインを割っていきました。ナビータのゴールキーパーはギノザ、2005年生まれ、2005年の4月生まれという非常に若い選手ですね。アンダー14のナショナルトレ戦のに選ばれたメンバーでもあります。ナビータ非常に若い選手が多いチームで、登録全選手の平均年齢を見ても 20.2 歳という非常に若いチームです。対しますアイナックは今年の登録メンバー平均が 22.9 歳という年齢構成になっています。さあ、井伊美奈が2点目を挙げたところからやや試合が落ち着いた感じになっています。アイナックがボールを下げたタイミングで、ナビタの方がね、ディフェンスラインを上げていくんですけども、その上げるタイミングのところをですね、ナビータの監督の方から指示が飛んでいます。さあ中盤つないで4番秋葉、今が秋葉ですね。
リスタートはちょっとやり直しになりましたので、ね、ナビータの方は3バック3-4-3のメンバーフォーメーションですね。10番こちらのサイド、ツハコレナ右足でのスピード一気に裏へというところですが、高さが跳ね返していきます。さあ10番、うん、ちょっと接触プレーがありまして、うん、早くファールとなりまして、ナビータボール。さあ敵陣に攻め込んでのフリーキックとなりました。ボールによっていって今セットしているのが4番の秋葉ゆめ子、岡山ユノゴーベル、それからスペランザ大阪高槻などで活躍した選手です。そうですね、秋葉とか坪井とか、プレーしているのを見ると、なでしこリーグのファンの方も懐かしいという気持ちになるんじゃないでしょうか。その秋葉の左足から中央競り合い、こぼれたところ、さあ、ここはしっかり守りたいところです。高瀬が体を投げ出して、竹中がキャッチしました。ここは一旦落ち着きたいところですね。どうなりましたか。あ、PK か、まあ、違いますね、違いますね。ちょっと今ゴール前での接触プレーについて、レフェリーの方から、まあ、何か注意があったのかもしれませんね。さあ試合が再開しています。キックオフから間もなく15分という時間です。あ、そう、このボールをナビタがカットしてきます。21番は長石、22番上原、左へ展開。もう一度長石というところですが、高瀬が絡んでいきました。伊藤美希が低い位置でボールをもらって運びます。鮫島へ、だから縦に入れたところ、まあ、中盤そうですね、あいなくやっぱりこう顔を出すタイミングがいいですね。さあ抜け出したカバノ、ゴールキーパー1対1。いや、よく止めました。ギノザ、すごいから右へ、そしてもう一度中へ戻して、上原、秋葉から立てます。さあスピードに乗りたいところですが、三宅が追いついた。さあもう一度いけるか。今ボールを追っていったのは18番マキシですね。マキシヒナ、彼女も2002年生まれという若い選手です。ちなみにナビータはですね、去年、九州リーグ1部で2位に、入ったチームなんですけれども、チーム内得点王はですね、7ゴールを挙げた花城みのりという選手、背番号15の選手がいるんですけれども、今日はこの試合はベンチスタートということになりました。現在試合に出ているプレイヤーでは、ヒガエルとヒガチヒロが3ゴールずつを挙げていますね。さあナビータ、ややこうリズムを掴んできたといいますか、攻守ともにね、非常に光るプレーがこの時間見られています。ナビータも、ね、勢いを持ってアイナツにぶつかっていって、なんとかね、得点まで行きたいとみんな思っていることだと思います。三宅からのフィード、右サイド高瀬が追いつきそうだ。追いついて相手との距離を測る。ボールを細かく動かして自分で上げるか、持っていくか。1対1のところ、高瀬がクロスを上げようというところで、カバーに来たのは秋葉でしたね。さあこれで、アイナックはコーナーキックのチャンスをつかみました。右からのコーナーキック、蹴るのは中島キャプテン。ショートコーナーを使います。
伊藤もう一度中島に戻して、中島左足で上げるか、切り返す、相手が絡んできました。さあここで波がカウンターに持ってくるかな。さあ潰しに行きます、杉田早いチェック奪い返しました。鮫島、伊藤、今度は左へ展開、羽座、縦遠くを見ていますが一発入れるタイミングが今つかめなかったんですかね。前との動き、三宅から中島がここに降りてきています。中盤こぼれ球、左を使います。2位、美奈がここへ開いた。彼女も細かいタッチからのねドリブル非常にいいですからね。2位、美奈、今ボールを持っているのは伊藤美奈です。長いボールを入れてみます。セカンドボール、さあ杉田君、三宅に預けます。さあラビータの方もこれボールを追っていくんですけれどもね、なかなかボールを奪うところまではいきません。やっぱり中盤からディフェンスラインの前、この辺りに相手を集めて、選手を集めて挟んで奪うというやり方にね、現実的にはなってくると思うんですよね。まあ、ただ前線の選手はですね、今勢いのある時間もナビットの方、勢いも得たこともありまして、高い位置でボールをやっぱり奪いに行こうというね、そういったプレッシングが見られました。見られましたけれども、やっぱりねそういうこう一人ずつ来るプレスに対しては稲久もさすがにね落ち着いてボールを逃がしながらボールを進めていくという攻撃を見せています。さあ裏に抜け出していったいい、みんな中央は、ちょっと見方がないですかね。もう一度預けどころを探します。自ら前を向こうというところですが、どうでしょう、ディフェンスも粘ります。直そうという動きを見せたんですけれども、パスがちょっと合わなかったですね。ただねボールを出した後の動き非常に良かったと思います。手元の時計は現在21分を過ぎました。方向を変えます。高瀬がワンタッチ、さあナビータもここで今画面映ってないですけどもね、非常に積極的にラインをグッと上げていきました。最終ラインでボールを奪ってます。失礼、最終ラインの手前でしたね。今ね3番の東木戸のところでボールを奪いました。左を使う秋葉、オフサイドがあったものです。早いリスタートアイナック、奪い返しました。ナビータ長いし、いい時間長いし、アイズと距離を測って右を使おうというところですが、ちょっと味方が新庄ですかね、17番、彼女が今走り込んでるというふうにイメージしての長石のパスだったと思うんですが、ちょっと味方と合わなかったかもしれませんね。さあ中盤前を向きました。伊藤から左へ川野、さあここから切り替えて、アイナックは守備、ボールを奪い返す動きをしたいところです。ゴールキーパーまで下げます。
現在フィールドはキックオフ当初よりも日差しが明るく感じられるようになってきました。ちょっと雲が、厚い雲が移動したんですかね。青空はまだ見えてないんですけれども、光の明るさはキックオフ当初よりもだいぶ明るくなったような印象です。20度を超える今日の沖縄県、連日ね20度前後、20度を超える日もあります。その沖縄ですからね。おっと抜け出すところ、キーパーとの接触、今笛が鳴りました。これはカードが出ますかね。ゴールキーパーのミノザイエローカードが出ました。エリアの外ですかね。エリアの外ですね。ライアクのフリーキックです。左のペナルティエリアのちょうど角のあたりに中島が右足で蹴る体勢、助走を取ります。さあ中にはファーストサイド高瀬が走り込んでいった。その高瀬の頭を狙っていきます。ゴールキーパー取り出したギノザの手の上、頭上をかすめて、高瀬へというところでしたけれども、枠は捉えられません。ボール見て、もう一度奪い返しに行きます。上原杉田です。伊藤、左に大きく展開、ここにね今スペースができてましたね。中島後ろから走り込んだハーフスペース、鮫島が使っていきましたけれども、そうですね、前の選手がワイドに開いてボールを受けたときにですね、2列目から走り込む選手がその外を回るんじゃなくて内側、いわゆるピッチを縦5分割した右中間と左中間、ハーフスペースと呼ばれるところを今鮫島が走り込んでいきました。やっぱりそのねハーフスペースというこのスペースをね攻略するのがここ近年のねサッカーでは非常に重要視される攻略のポイントとなっています。今中島と鮫島のコンビでねその、ハーフスペースを、しっかり崩そうという狙いが見えました。ナビタボールでのスローインになります。球際での奪い合いがありまして、今度はアイナックボールクリアします。ナビタ、左足で縦、うまい、いい宮から川野、もう一度戻します。まあ、狭いところ川野が受ける動きを見せているんですけれども、ナビタの方もねボールにはしっかりこう前から後ろから寄っていって、このようにボールを囲んでいきます。アイナック動かしていくんですけれどもね、バックセンター、俺準備できたら俺
学びしすぎだよ、つまい。もっとコンパクトに。うん、早く最終ラインから、まあ、ボールを縦にね、中に入れて一気にスイッチを入れたいという感じにも見えるんですけれども、ナビータの選手もね、守備のポジショニング、非常に隙のない立ち方をしているようですね。さあターンしようというところ、川野ですね。伊藤からそしてサイドを使って、相手の守備の隙間を伺います。まもなく試合開始から30分が経過しようというところです。アイナック神戸2点を序盤にね、早いタイミングで2点を先制したんですけれども、その後スコアは動いていません。ミドルシュートを狙っていきました。枠の外です。最初のゴール鮫島、それから2点目に皆が決めましたアイナックですけれども、それからおよそ20分ですかね、スコアは動かず、という今状態です。杉田から鮫島、足元、アイナックの選手はそうですね、狭いところでもしっかりこう自分で前を向くんだというようなねプレーは意識は非常に見えます。この川野、川野裏へというボールでしたけれども、ディフェンダーとゴールキーパーの間を狙ったボールだったんですけどもね、ゴールキーパーが先に出ました。前動きだぞ。まあ、あのトップの位置に川野がいて、それから中島、今ボール持ってるのが中島ですね。ヘディングシュート、中島、左に開いた中島から中央の川野にボールを入れまして、川野ヘディングシュートを狙ったんですけれども枠が外れています。あ、相手に当たったんですかね、コーナーキックですね。さあここでアイナックの方が選手交代ですね。今強川が行きましたよ。ナビータの方はゴールキーパーが変わりました。伊藤が下がってバスや、それから安坂、アイナクの方は今3人変わりましたかね。強化はマスヤ、それから、新加入の安坂が今フィールドに入っていきました。交代メンバー後ほど整理して紹介したいと思います。さあナビータはカウンターだ、チャンスだ。もう一度前が空く、さあ左が空く、杉田がいいカバーリング、いや今、ね、ボールを追い越していく選手、ナビタの方が多いかなと思ったんですけどもね、そこはすかさず、アイナクの選手もしっかりスプリントして、危険なスペースを埋めに行きました。今ね、一つタイミング早く左に展開していたら、ナビタの方もチャンスかなというところだったんですけどもね、そこはアイナクの選手も危機管理しっかりしています。現在試合開始から30、間もなく3分というところ。ナビータはここであとまた2人の選手が交代の用意をしています。ここで青木の
選手の皆様と交代をご紹介いたします。まず背番号24番西野日野さんに代わりまして、背番号9番アキア里香さんが入りました。続きまして、背番号13番、以上、場内の放送をいただきました通り、アイナはゴールキーパー含めて4人の選手、時間は30分の時点で4人を変えてきました。ゴールキーパー竹中に代わって田尻、それからフォワードの川野に代わって強川、そしてミッドフィールダー水野に代わって増谷、同じくミッドフィールダー伊藤に代わって矢坂が入っています。これで立ち位置が並びがどうなっているのか、強川がトップに入っていますね。右のワイドに矢坂が入っていますかね。背番号11、長井樹也選手に代わりまして、背番号7番玉城和也選手に入りました。続きまして、背番号17荒木朗選手に代わりまして、選手背番号2番宮里優選手に入りました。ビッグサーレの方も2人の選手を交代しています。左のワイドでね、再三スピードを見せてくれた長石に代わりまして、背番号7番玉城牧瀬が入っています。それから17番の新庄里乃に代わりまして、背番号9番宮里瑠衣が入りました。アイナックのフォーメーションなんですけども、トップが強化は右のワイドに矢坂、そして左に増谷、という3トップの顔ぶれがゴロッと入れ替わった感じですかね。今右のワイドにイミナがいますね、ということは矢坂がその1列後ろですか。ボランチの列にいる。今ちょっと選手のフォーメーションの方を確認している間に、あやく通過点ですね。36分、あやく3点目が入りました。と言いますか、追加点3点目が入りました。今中央ボールを持っているのが杉田ひない、いいみな、もう一度杉田、中島が逆サイド飛ばします。高瀬からここに今ボールを触ったのが矢坂ですね。背番号28番、アルビレックス新潟から今季新加入に移籍してきました、矢坂です。矢坂は中学時代に杉田ひなと一緒にサッカーをしたことが あるという選手で、それからね、高校時代は矢坂と、それから、日の本学園ですね、吉田渚、そして羽座ですか、といったあたりともね、一緒にサッカーをやっていた選手です。新潟でもね、非常にあのスピードに乗ったプレー、細かいボールタッチなどがね、目立った矢坂です。その選手が、今季アイナックに加入してきました。さあビッグサーレ、ここであと2人の選手が交代しています。22番上原に代わって20番宝琴音が入りました。24番鈴木有沙が入りました。それから今20番の宝琴音も入ってきましたね。
さあ30分の時点で変わって入りました京川が今中央でそれから左に流れて、いろんな動きいろんな位置に動いてボールを受けるようなプレーを見せています。強化は去年のシーズンの途中からですね、ワントップとして非常にいい活躍をね、彼女はしているというふうに僕は見ています。今シーズンもね、セントフォワードとして、彼女の活躍を本当期待したいと思います。まあ、本人も言っている通り強化の一番の良さってやっぱりワンタッチボールなんですよね。ですのでね、彼女ディフェンスラインと駆け引きをして、ゴールキーパーと1対1になるような状況でね、強化がボールをもらえると、アイナックは非常に得点のチャンスも増えるんじゃないかなというふうに思います。それからやっぱりカウンターですよね。アイナックカウンター非常に鋭くて選手たちも自信を持っているようですからね、カウンターの場面で強化のスピードを生かして、彼女が決めるというような今年そういったね得点パターンも、シーズン中たくさん見せてもらえればと思います。楽しみにしています。勢いよくですね、ナビジャの選手がボールを奪いに来ますからね。ビクサーレは5人目の交代、マキシに代えて砂川が今入りました。砂川メイ選手ですね。アイナック右からのスローインというのがこの試合は多くなっていますね。右で今高瀬が持ちます。杉田中央へ、マスヤがワンタッチはたいていい展開です。京川から左サイド、鮫島、井美奈、マスヤというところ相手も狙っています。ポストプレー7番の玉城ですね。彼女は途中交代で入った玉城牧瀬選手、非常にいい、なんていうんですかね、軸が強いといいますか、
ポストプレーの場面でね、相手と体ぶつかるんですけれども、しっかりボールをコントロールすることができているように見えますね。左サイド、鮫島から縦へというところ。裏へのボール。マスヤが行きます、マスヤ。マスヤがボールを運んで、マイナスのボール。さあ、強化は打てるか。打ちました、シュートー狙いすましたシュートですね。今、自らこうシュートコース作るような感じでタイミングを測って、振り向きざまというような感じで打っていきました。この強川の表情を見ましても、そうですね、彼女はやっぱりボールを取ることに関して非常に自信を持って、プレーしている、そんな感じの風格がね、彼女に見えてきたように見えます。背番号14、強川愛選手でした。さあ奪い返した。もう間もなく手元の時計45分に差し掛かろうというところです。アディショナルタイムは2分と今画面でも見えたと思います、表示されました。残り2分、現在アイナック4対0とリードしています。さああと2分、アイナックは追加点を取ることができるでしょうか。一方のナビータの方もアイナックに対して一矢報いることはできるでしょうか。ナビータ右サイドで作って大きく縦というところですが、アイナック、ハザ、相手の奪い返しに来る動きをよく見てですね、体の向きを変えました。ゴールキーパー途中から田尻です。センターバックはハザ、こちらは三宅です。日本代表に今回選ばれました。高瀬から前へというところ、矢坂がもらいます。矢坂一旦戻して強川からというところですが、相手も足を出してくる。さあここの競り合い、もう一度強川、相手の前にこぼれます。ちょっと中盤ディフェンス、お互い迷ったかもしれませんけれども、ナビータの方も前線走り込む選手とは合いません。もう一度アイナック、高瀬が自分で行きます。裏へのスペース、中島、中島足を出していきましたのは坪井。アディショナルタイムも残り20秒切りまして15秒というところで、アイナック右からのコーナーキック、これもこれでラストプレーになるかもしれません。さあ最後のセットプレー、中島が左手を上げて味方に合図を送ります。低いボールを蹴っていった、ニアサイド中央にこぼれたところ、ミドルシュートを狙っていったマスヤですが枠の外、ここで長いホイッスルが鳴りました。試合が終わりました。第1試合、アイナック神戸対ビッグサーレ沖縄 FC ナビータの試合は4対0でアイナックが勝利しました。今日のこの大会は45分一本勝負での試合が3試合あります。第1試合アイナック対ナビータ4対0でアイナックが勝利しています。これから、まあ、普段ですとハーフタイムに相当する15分ほどの休憩を挟みまして、それから第2試合、今度はアイナック対韓国キョンジの試合が行われます。両チームのメンバーなどはまた後ほど試合前にお伝えしたいと思います。だからトントンみたいな